激霊猛稀霊は、中国信頼の学者。字は、大化。またの名を、西川先生と称される。商工不祥山県の出身。幼少より聡明で、水管の陳氏流に才能を愛され、書生に挙げられた。民が滅び、乱族が起こった時には身を、城南山に隠し、土質を築いてその中で読書していた。人を阻しる癖があり、そのために、多くの敵を作った。 殺人の罪で逃亡し、大仕方という変名を使って、流浪していたことがある。後に、セウルー賞に招かれて、後世の詐欺ス書院で教授した。1679年に博学講授課に選挙され、管理員検討を授けられ、民主編集の事業に参加したが、やがて病気になったので、郷里に帰り10にいしむ。94歳で没する。晩年の弟子は多く、は、 その一人であった。広く書物を読み書学に通じていたが、得意とするところは軽学であり、他人の説を弁漠することを好んだ。自らを頼む念が強く、古典部、縁和家の輩でなければ論ずるに足らない、と考えていた。天皇を捏造したり、古典を研究せずに出まかせに他人の説を、排撃したりした、と前祖持ちに指摘されている。 宋代の理学の誤りを一掃しようとした点で、新代の学術に貢献しているが、学者の道徳に欠けていた、と、両形長に評されている。激励の著作は多く、軽学の著作だけで50種、その他の著述と合わせて498巻に及び、4個前書はそのうち40部を収録している。ありがとうございます。